おはようございます今日も天神橋筋商店街天禄天子森スタジオからお届けをしてまいります聴観チェックです、えー、昨日は明石は大倉海岸、えー、とっても良い,いお天気でございましたがひんやりとしていました、えー、あの時点で 5.8度くらいだったんですけれど、まあ今日もひんやりしている感じはありますが、大阪市内今16度ぐらいでございます。時刻はもうすぐ8時になろうかという午前7時53分。えー、まあ下には下があるというのはあの変な意味ではなくって、えー、北海道陸別ではもう氷点下5.5度になっていると。 いうことでございます、まあ、こうなるとあったかいものを食べたくなるそんな、ね、季節なんですけれどもう私にとりまして今すぐお隣にありますファミリーマートが冷蔵庫でもあり、えー、そうですねもう本当に食卓のいろんなものを買ってきてるんですが。 うん、これはまあ、しゃあないといや、しゃあないんでしょうね、えー。お母さん食堂というのがファミリーマートございます。えー、私作る人、食べる人というのがかつて、ね、批判されたりいたしましたけれど、作るのはお母さんだけですかという、そういう声も上がったりいたしまして、ですね、まあ、そんな意味でつけたんでは当然ないと思うんですけれど。 えー、お母さん食堂やファミリーマートコレクションなどプライベートブランドの名称を全部まとめてファミマルという、えー、ニコニコマークの目を取ったみたいなそんな感じのロゴと、えー、丸い字体でファミマルというブランドに統一するのだそうでございます。 お母さん食堂という名称には食事は母親が作るものという意識を植え付けさせるとの批判も出ていたということでありましてまあ必ずしもそうでないご家庭もあってそれをお袋の味ということすらああ言ってはならないのかという気もせんでもないんですけれどもねえまあそんな時代になっております。ではは今日は 毎日新聞を買ってまいりましたというのも、えー、一面のトップがあ他市とはちょっと違いましたので、まああのい各所報じてはおるんですけど、毎日新聞を手に取りまして長官チェックお届けをしてまいります。ではヘッドラインです。総選挙は今日公示され、三十一日の投開票に向けた十二日間の選挙戦に入ります。 それに先立って与野党旧党首が集まって昨日、日本記者クラブで党首討論会が行われました毎日新聞がトップに持ってきています7月に熱海市で起きた大規模土石流で市が2011年に起点となった不適切な森戸を問題視しながら措置命令や停止命令を見送っていたことがわかりました 秋篠宮家の長女、ま子さまと今月26日に結婚する小室圭さんが昨日朝、赤坂御用地を訪れ、秋篠宮様ご夫妻に挨拶をし、ま子さまと3年2か月ぶりに再会しました黒人として初めてアメリカの国務長官となったコリン・パウエル氏が死去しました、新型コロナウイルスによる合併症ということです。84歳でした 首都圏の今年度上半期の新築マンション1戸当たりの価格は平均6702万円と去年に比べて10.1%値上がりしていますプロ野球ですタイガース佐藤寺明選手2ヶ月ぶりの長打、えー、二塁打を放ちまして先制のホームを踏んでおります2対1とカープに勝っています 今日と明日首位スワローズと2連戦青柳と奥川が予告先発となっておりますパシフィックリーグはマリーンズが2対1ライオンズを下しましてマジックを6としています残り試合オリックスバファローズが4試合ロッテマリーンズは7試合という風になっています以上ヘッドラインでした さて、えー、午前8時半に立候補の受付ということでありますのでもう間もなくこちらの交差点にもですね、宣伝カーがやってきて街頭演説が始まるんだと思います、総選挙、12日間、まあ、短い選挙戦でありますが、31日に向けまして、選挙戦が行われます。 なんかあの海外での投票の人に投票の権利がいかないんじゃないかみたいなことも今朝毎日新聞は出ておりましたけれど昨日まあもう、いろんなところで党首討論が行われていますのでもうお腹いっぱいという方もあろうかとは思いますけれどー9人並びましてですねはいこちら、写真が出て おります、えー、手を取ってはいないですねはい。それぞれガッツポーズみたいな形になっております毎日新聞から読んでみます第49回衆議院選挙衆議院選挙のことを総選挙と言います参議院の場合は総選挙とは言いません公示,公示というのもそうですね31日の投開票に向けた12日間の選挙戦に入りましたと で、えー、定数が465、小選挙区が289で比例代表が176、合わせて465、岸田さんはまあ低めに見積もっております自民、公明両党で過半数となる233、まあ、それでまあ一応勝っているといや勝てるわけですけれど、その採決はできるわけですけれど、うん。 その数字を最低限の勝敗ラインとするということですね。で、昨日、日本記者クラブ主催の討論会が行われました。うん、まあ、あのコロナ対策であったり、分配であったりというようなことが争点となるということなんですけど。まあ、あの、ほまあ、本当にこの政党を支持するんだという方は。 まあ、そこに投票していただければいいと思いますしなんとなく今回どうなんかなとようわからんなという人も、まあ、あの結果として自分の投票が間違っていたとしてもですよ、ええ、僕は、まあ、投票したらいいんじゃないかなとおそれは何かものすごくいいか減なように聞こえるかもしれないですけれどおまあその時の まあ気分と言ったらおかしいですけど考えでこの人がいいなこの政党がいいなと思ったらそれで投票しはったらいいんじゃないかなとで、まあ、その材料をできるだけバランスよく届けるというのが、まあ、あ新聞であり放送の役目であるかとは思いますし。 <laughs> まあのラジオから引き続き、この YouTube をご覧の皆さんには、私にそういう役割を求めていらっしゃるかもしれませんけども、まあ、YouTube なんで、そういう意味であの放送の縛りはございませんので、まあ、そんな無茶は言いませんけどね、無茶はもちろん言いませんけれども、参考にする方はしていただければと思います。毎日新聞10面に、昨日の党首討論会の詳しい内容が出ております。 はい、こちらです。それぞれですね、パネルを掲げている写真です、えー。見出しになっているのは消費税の減税はしませんという岸田さんの言葉。枝野さん、政権は単独で担うのだと。 これは共産党との協力の中で、閣外でもし政権を取ったらということを言ってるんですけれど、まりさんをはじめ自民党の側は、ですね、自公でやっていくのか、共産党がそこに入るのかみたいなことを言ってあおっていることへの対応ですね。公明党未来応援給付を検討、そして維新の松井さんは憲法改正の提案を。 えー、令和の山本さんは目的は消費税を5%に引き下げる社民党の福島さん市民の声を体現する立花さんはワンイシューから、えー、一つのことを争点にしてということが見出しになっています。で党首間の討論がございました枝野さんが選択的 夫婦別姓について岸田総理ご自身が自民党内の推進議連の呼びかけ人となったはずだが総裁となった途端にどこかへ行ってしまいましたねというふうなツッコミをしておりました岸田さん、多くのお母さんたちから子どもたちがそれぞれバラバラ,バラの氏、ね、を選ぶんですかいつ選ぶんですか誰が選ぶんですかあとで変えられるんですかと疑問の声が出ているだからまだまだ深めなければいけない点がたくさんあるので 引き続き議論していくことは大変重要だ。このものの言い方、非常に多いですね、えー。何々をしていくということは非常に重要だ。それは重要だと思っているからなのか、えー、議論を先送りしているのか、どちらかというと、後者のように私には聞こえるんですけれど。 まあそんな内容が、10面には書かれておりますので、各紙あるはずですから、時間のあるときにゆっくり読んでいただきまして、先ほども言いました、ピンときたところに投票をしていただければいいんじゃないかなと思うんですけれど、今回、コロナのこともあるんですけれど、本当に各党ですね、 えーまあ、それをばらまきというレッテルを貼っていいのかどうかはあるんですけれど、えー、こんなに皆さんにお渡ししますよと、まあ、自民党はその成長なくして分配なしということを言っていますけれど、えー、そのほかは企業が持っているものとかあそんなんで、えー、どんどんとうん国民に、えー、票を持っている人たちに、えー、お渡ししますよ ということのアピール合戦になっているんだと思うんで,す、ね、でまあ景気をよくしていくためにも財政出動は僕は必要だと思いますし、えー、大変な思いをしている人たちを支えるっていうことももちろん大事そういう仕組みがまだまだうまくいっていないこと目詰まりをしていることもありますし。 ちょっと大変やぐらいじゃなくてほんまに大変だっていう人たち、えー、もう目の前で大変だっていう人たちを救う仕組みがまだまだできてないっていうのはもちろん問題だと思うんですけれど困難、まあ、言うと毎日新聞の松井さんなんかからは「俺は社長目線や」って言われるんですけどねあのー、その頑張ろうっていうこと えー、仕事しようよとで考えようよと動こうよとでそれによってその成長もするしうん分配するようなあ富も生み出されるんだとでそのスタート地点に立てなかったり今ほんまに困っている人たちにっていうのはもちろんあるんですよ。それはあるのは当然なんですけどなんかそんなことばっかり。 しっかり言っててです、ね、えー、やっぱり、まあ、社長、まあ、それこそ社長なのか国のトップなのかはみんな頑張りましょう頑張るその準備は我々が政治としてしますからそれをその土台にのっとって乗っかってみんなで頑張りましょうっていうメッセージがあんまり聞こえてこないんじゃないかなっていうのがちょっとなんか。 気にななるところなんですよね、うん、やっぱりねあの頑張らへんかったらねいやだからもう一回言いますよ頑張れない人もいるし頑張りたくても頑張れない人もいるしそれはそうなんですけれどだけどその人の対応は大事なんだけどでもまあパーセンテージで言うともっと多くの人が頑張ろうと思えて頑張りましょう頑張りなさいと。 別にまあ国にお尻叩かれたかないですけれど、うん、頑張ってまあいや稼いでっていうことをしないとなんかただただおったら、うん、なんとかしてくれるそれは国の責任、えー、自治体の責任っていうのでは結局活力のある成長する国には ならんとまあ、思うんです。それは誰だって。自分の好きなペースで好きなことだけやって、それでモテる。以上のお金もらえたらそれはいいでしょうけど、そんなことどう考えたってありえないですよね。だからしんどいけど、一緒に汗かいて頑張りましょう。っていう。そんなことを言う政党がこの。 9の中にあるのかなって思うんですけどまあこんなん言うとそれこそ田原そちらさんにならあんたがい,いなさいって <laughs> 言われてしまうかもまた死ねませんけれどもねえー、っと籠池さんの奥さんでありますねえー、あのまあこういったことについても 放送ではあの、どのように言うのかというのは、まあ、非常に難しいところが出てくるんですけど、ここはすいません、あの誹謗中傷でも何でもなくて、えー、情報としてお伝えいたします、えー、大阪5区から無所属で出馬をするということです、森友学園の籠池前理事長の奥さん、純子さん、えー、必要な供託金300万円を納付したそうでございます。 資金不足のため、えー、加古池さんの YouTube チャンネルで選挙費用を調達するため、寒波を募ったところ、えー、18日までに204万円ほどが集まったということでありまして、えー、塚本幼稚園の最寄り駅である JR 塚本駅前で第一声を上げるのだということでございます。8時半に えー、受付が始まりまして7つ道具というのがそれぞれ渡されるということでございますさて、えー、毎日新聞はこの選挙、まあ、各紙それをトップに持ってきているんですけれどいやいやと、まあ、選挙のあることは分かっているでしょうということからこちらをトップに持ってきております 熱海で起きました7月の大規模土石流、多くの命が奪われました、行方のわからない人が、ね、いらっしゃいます盛、えー、戸土の危険措置命令せず、2011年といいますから10年前にもうそのことを認識していたという問題なんです。毎日新聞から読んでみますはい、えー 県とななった土地での不適切な盛土上の方ですね、を問題視した熱海市が2011年県の条例に基づく措置命令や停止命令を発令することを検討したものの最終的に見送っていたことが県が公表した行政手続きに関する文書で分かったというんですね。 熱海市は検討の直前住民の生命と財産に危険を及ぼす可能性があるとする文書をまとめ相談を受けた県の担当者もその発令に賛同をしていたにもかかわらずなんですよ。すようん、また土石流発生の3日前 今年6月30日に県の担当者が定期調査で現場を訪れまして状況に変化なしと確認していたこと10年ほど前から数度にわたり崩落が落ち県が把握していたことも判明をしたということなんですね。でもちろんその不適切な盛り土をしていたということに問題がまずあると。 でまあ、そこにまあ自然災害である大雨が降ったんだということではあるんですけれど遺族は行政に重大な過失があるというふうに言っておりますで、まあ、この土地をめぐってはあの持ち主が変わったりもしているんですけれどあの公害の問題なんかもそうなんですけれどえー 結局その止められなかったあ止める権限を持ってた人をたびたびお話ししてますが水俣病のことを振り返っていた当時の国の役人が当時の、えー、NHK 特集でしたかね、えー、で、うん、僕には止められなかったなって振り返っているインタビューすごく強烈に覚えてるんですけれど。お いやまあ正直に言ってはるんだと思うんですけどね、えー、止める権限はあったにもかかわらず止められなかったそしてそれがこう大規模な問題を引き起こして僕今回これ問題やと思うのはあ,あの まあその何日間か本当にその72時間といわれるですね、いなっている人、行方が分からなくなっている人の命がどうのこうののときに、その責任の問題、云々かんぬんではないとは思うんですけれど、もうどう考えたって、ああ、しもた、あの時にちゃんとしとったらよかったとしとかは思ってるはずなんですね。ででもいまだににこの後に及んで 当時の判断が誤っていたとは言えないと、えー、社会面、うんえー、その時点で正しいと判断したが現時点でじくじたるる思いがあると。確かにその業者の側が、えー、行政の対応を避ける巧妙なものちょっと工事しましたとかっていうようなことを言って不十分なものだけど手をつけましたなんていうようなことを言っているんですけれど。 にしても、そこをちゃんと見てどっちが大事ですかと住民の方が大事ですか業者の言うことが大事ですかまさに住民の命や安全に関わることということは認識していたにもかかわらず業者側に立ったわけで,でそのことで大きな災害が起きたということを一番知っているのは市なんですよね市長なんですよね。 にもかかわらずこういう文書が出てくるまで自分からそういうことは言わないその責任を逃れているそして出てきてもその時点では正しいと判断したと自らあるいは部下の判断をまだかばっているっていうこと本当にね日本人ってね責任取らないんですよ全く。 いや別にそれで腹切れとかそんなこと言うてるんに違いますよ。だけど間違った判断したらそれで間違ってたっていうことで自らその責任を感じたり断罪されたりしてもそれはそれは当たり前の話だと思うんですけどその責任を取らないっていうところ、まあ、遺族は今これが出たからといって急に何かを起こそうと裁判を起こそうというようなことは考えていない。まあ、結局 熱海の人は熱海で被害に遭って熱海で命を落としまだこれからも熱海で暮らしていくわけの人が多いわけですから熱海で商売していく人が多いわけですからそこの辺のところも第三者が思うのとは全然違うとは思うんですけれどえちょっと死のこのものの言いようというのはあの手島のね問題参拝が。 持ち込ままれれてて燃やされてひどい状態になりましたあ住民たちが住民会議を作って県議会議員さんまあその後すごい有名になりましたが僕も行かしてもらいましたけど、えー、取り戻すのめちゃくちゃ大変だったんですよね長い時間かかったんですよねああいうことをどう見てたのかなって思うんですけどね さてアメリカの国務長官でしたそして統合参謀本部議長ちょうど僕が中東のことをやってた頃はそうでしたね、えー、で日本でいう外務大臣国務長官となりましたコリン・パウエルさん新型コロナウイルス感染症による合併症のため死去しました84歳、まあ、年齢言ってたこともあるんでしょうけれどこの人イラク戦争の時に大量破壊兵器があると。 いうことをを言ってて演説をして、まあ、アメリカの戦争、まあ、アメリカは全ての戦争を自分たちの正義の戦争だと言い切りますよね、まあ、逆に言うと日本ぐらいですかね自分らのやった戦争を間違った戦争でしたと言ってたり言わされたりしているっていうのはねであの時演説で持ってたその証拠って いうのは、まあ、後に間違いだったということで、えー、非常に反省を本人もしてあるんですけれどどうもあの粉洗剤やったそうですね、えー、粉洗剤をこんな試験管みたいなのに入れてでイラクには太陽破壊兵器がある、まあ、僕はアメリカ好きですよアメリカの自由さってすごい好きですけれどでもアメリカの国の一つの側面でも あるんですよね、えー、人権が大事だ人権が大事だもちろん大事です人権は国益、えー、その主権よりも大事だみたいなことでアメリカは攻めて各地に行きましたそのことが何を引き起こしているのかっていうことも見ないといけませんし台湾海峡で今、まあ、パブレさんは直接今は関係していなかったわけですけれど 緊張が高まっている僕、別に中国からお金をもらっているわけでも中国派なわけでも何でもないですけれど中国の戦闘機が台湾の防空識別圏の中に入っているということばかりがニュースになりますけれど実は同じ時期にアメリカなりイギリスなりの艦船が台湾海峡を通っています。だかかかららどっちから見るかですよね 中国って怖い国やーって言いたい人は中国の飛行機が戦闘機が台湾に近づいてきてるぞということばかりを言いますし一方で中国からしたらそらアメリカもイギリスもみんな台湾こっち来てんねんからそんなもんこっち飛び立たんでどないすんねんっていうそういう見方もあるという両方を分かっていないと飽きませんよというお話です。さて えー、昨日一番のニュースになると思っていましたのが、秋篠宮家の長女、ま子さまと結婚する小室圭さん、昨日結構朝、早い時間に行ってたみたいですね、赤坂御用地を訪れました、秋篠宮様ご夫妻に挨拶をし、その場にいらっしゃいましたま子さまとは、3年2ヶ月ぶりの再会と、3時間半ですから、結構長いっちゃ長いですよね。 えー、まああのお嬢さんをくださいとまあまあお母さん食堂がダメな時代ですからお嬢さんをくださいっていう言い方ももうだめなのでしょうけれど一般的にそういうところへ行ってまあ近所の寿司屋から寿司も取りましょうみたいなことをでまあいっぱい飲みましょうかみたいなのは3時間半だったらあれですけどきっとそんなんはないでしょうからここまでの戦いきさつを考えるとですね えー、そうすると結構結構な突っ込んだ話が行われていたのか、まあ、もしくはこれはも完全な憶測ですけれど、まあ、2人の時間を取られたのかっていうことなんですけれどね。で、えー、アメリカのあのパパラッチ 直撃取材をされた時に、えー、後ろに髪の毛、えー、結んでいたっていうことも,もう小室さんを非難することになってたんですがそれはなんか前日に美羽さんが生き張って、えー、切って張ったみたいで、まあ、それでもなんか前髪がちらちらしてるみたいなことを批判されたりするんで今もまあもう小室家さんが何をしようが息を吸おうが息を吐こうが。 あ非難されるという,そ,う,いうその意味では非常にかわいそうな存在なんだと思うんですけれど、えーまあ、弁護士の試験を受けて、えー、弁護士なはになるわけですから、うん、こんなん絶対本人は言われへんと思うんですけれど、えー、借金運動の問題は母の問題であって私の問題ではありませんと。えー、そして、うん そも,そもそもその返済する必要はないということで、えー、あったんですと、うん、あの公表した文書にもそういうことが書いてありましたけれどね。ね、容姿について、えー、あるいはこれや言うのは、基本的にそういうのはもうアウトですと、今の時代、うんえー、そして、眞、うん、子さまは功績を離脱して、私と一緒になるんですからあ、詩人ですので、そういうのを追いかけるっていうのは、もうそもそもこれもアウトなんですと。 いうぐらいきっぱりと、まあ、言いたいんでしょうけれどおそらくそれは、まあ、さ,さすがに記者会見でも言えないあまりにもハレーションを起こすだろうと思うんですが、まあ、きっとそういうことを言いたいんだろうなとは思うんですけどね、まあ、今日私実はこの後アンテリジャンのインタビューのファミリーヒストリーのお仕事がありますのでそれでこういう格好をしてきてるんですが。あの <laughs> これはもうごめんなさいね、えー、小室さんが出てきて、こういう番組があったからなんで、まあ、当然、絡んではいるんですけど、小室さんを批判しようとしてるんじゃなくて、いろいろあるんですな、これ、印象戦略コンサルタントという方がいらっしゃいまして、えー、昨日のあの服装について言ってはります、はい。小室さんにとって大事な日ですよね 結婚する相手の家に伺い、ご両親に日本流に言うと娘さんをくださいとお願いする日です。そのことを踏まえ小室さんの選んだ服装について申し上げますと日刊スポーツ報じております。ネクタイがネイビーにイエローとシルバー系の白の斜めストライプ。A、イエローの幅が狭いため色目は抑えながらも、 結婚相手のお宅へのご挨拶でストライプ柄は違和感がありましたそうです、えー、無地なんかの方が良かったのだそうでございます皆さんこれからどうぞお気を付けくださいませストライプの正当な向きは右上から左下へ向かう英国式しかし小室さんは左上から右下へ向かう米国式なのでこれは アメリカでファッションの訓導を受けたライフスタイルを謳歌していますというメッセージを発信しているようにさせられます。えこれこれこれはどっちってことになるんですか。ここれというと、えー、とこれも米国式ってことになるんですか。これ英国式？これは英国式ですか。あそうですか、うんえー。ネクタイの締め方が緩くて大雑把。 結婚への強い意志を感じることはできませんもっと結び目を固くしなさいスーツの生地は細かいピンストライプ帰国時とにも同じものでした、えー、真面目に勉学や仕事に励み一ちょらのスーツでおしゃれを楽しむ余裕はないというメッセージを込めたとしても両親への面会に選ぶスーツではなく無地のミッドナイトブルー,うー鉄コンと言われるものが良かったのではないかということなど。 首都圏の今年度の上半期新築マンションの1戸当たりの価格、まあ、首都圏におりませんのでよく分かりませんが、平均で、まあ、タワマンも多いかということなんでしょうね、6702万円、去年に比べてですよ、去年に比べて、去年の上半期に比べて1割上がってるんですって。 高田値段は買うたらすぐそういう意味で価値は下がると言われてますからそのまま去年買うたもんが今年になって1割上がって600万儲かったということではないんでしょうけれどね6702万円えーピークはバブル崩壊直前の1991年1991年の6137万円ということなので、えー えー、あそうですかああの、発売の個数もお、まあ、何年か前にピークからずっと下がってはいたんですけれど、上がっているということだそうでございます、はいえー、プロ野球はあ佐藤輝明、2ヶ月ぶりの長打、良かったです、今日と明日今日はあのー、テレビ大阪で、えー、中継がございます。 このところ優勝争いになってるんですけれどまああのこの時期にずれ込むということをテレビ局が想定していなかったというようなこともあってですねえせっかくなのに地上波でも BS でも放送していなくて CS がおらでしかやってへんやんかみたいな日がありましたが今日はテレビ大阪キュッキュッキューと中継してくれるということでございます最後に1つだけ今朝のへー もったいないお化けが出てくるぞ。はい、毎日新聞の十七面に「今朝の平」という記事が出ておりました。よいしょ。毎日新聞お読みの方、一面とか社会面だけじゃなくて、えー、野菜食べなさい。 ってね、お子さんに言ってらっしゃる方多いかと思いますが捨てられる野菜国内で毎年2,500万トン以上も出る食品廃棄物東京大学の研究チームが野菜の皮外皮などからさまざまな用途に使える新しい材料建材建築材料に使えるようにというのに成功したんだそうです。 食品廃棄物の再利用を進める切り札となるのかと東京大学生産技術研究所の実験室を記者が訪れました白菜の外側の皮外皮からあるものを作っていました乾燥させ粉末にしたものをスプーンですくって金属製の型に入れます60度に熱したホットプレートに載せまして上からプレス機で 200気圧の圧の力をかけます5分経ちましたら手のひらに収まる大きさの緑黄色の薄い板ができました簡単に割れそうですが実はそれが割れないというんですね、うん、雑貨や家具の素材高い強度が必要な建材として活用が期待されている新材料でコンクリートを上回る強度野菜や果物によって強度が 違ってきます玉ねぎやらオレンジやらバナナの皮やら条件を変えていろいろと作りましたが最も強かったのが白菜コンクリートの4倍の曲げ強度があったんだそうですね。 あのまあ、本当に本当に家の材料とかに使う分にはまだまだあの足りないこともあって実験研究が進める必要があるそうなんですけれど、えー、いやいやなかなかこれは面白いですねそんなことよう考えましたよね、えーまあ、これによって捨てられる野菜、まあ、どうしてもそれは出てきますからね、えー、それを有効に 活用することができると。で食べてみると当然硬いんですけれど、ずっと口の中に入れてると唾液で溶けてきて。食べられるそうです。<laughs> それはそれでなんか？コオロギとかを食べるのじゃないですけれど、何か新たな食材としても面白いのかなと。コンソメや塩を。 入れて作るることともできると味や香りは調整できるという「今朝の塀、hey! 毎日新聞暮らしナビ捨てられる野菜を健在に」からお届けをいたしました。 今朝もご視聴ありがとうございました新しい長賃をここに置きました籠池さんではありませんがスポンサー募集中でございますぜひ皆様この長賃にしてですね皆様の企業あるいは個人でも結構でございますそのお名前で今朝の長官チェック今週の長官チェックは どこそこの提供でお送りしますそんなことができればなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますチャンネル登録そして高評価もよろしくお願いをいたします以上10月19日の朝刊チェック天録天子りスタジオからお届けをいたしましたまた明日